はい、皆さんこんにちは。教育百貨店の平野と申します。教育百貨店とは、大学受験の英語の先生をしながら教室責任者として繁殖経験もある男が、先生のために学習内容以外のことで情報をお伝えする動画とブログです。こんな内容をやっています。チャンネル登録もお忘れなく。今回は私が実際に塾講師の教室長としてやっていた頃に、塾のスタバ化っていうのをしたんですね。まあ批判殺到だったんですけども、実際にはめちゃくちゃうまくいったので話をしていきたいかなと思ってます。皆さん、スタバって1回ぐらいは行ったことありますかね？スタバの経営理念ってご存知ですか？スタバって美味しいコーヒーを提供するではなくて、くつろげる空間を提供し、そこで一緒にコーヒーはいかがですかっていう経営戦略を取ってるんですよ。スタバが提供しているものはコーヒーではなくて空間なんだっていう考え方なんですね。私が実際にやってきた塾の経営戦略っていうのは、いくら学力向上を目的としている生徒でも楽しい場所に人は集まるっていう仮説があったんですね。なので授業じゃなくて塾という空間を提供したいっていう考え方から、まあスタバ化っていう表現を一応使いました。なんでスタバ化したらいいかなって思ったかと言いますと、厳しい先生がいたんですけど、その厳しい先生の授業をとっている生徒の様子を見ても、別に楽しそうじゃないし、そこの塾に来ている意味はなくて、他の塾でもこの子はいいんじゃないのかなって率直に思ってしまったんですよね。なので、まあ、他の塾と違うことをしたいなっていうのもあって、自分が管理職になった時に塾のスタバ化っていうのをやったんですね。実際何したかっていうと、まあ、これがいわゆる批判殺到の中身だったんですけど、まず堅苦しい授業前後の挨拶をしないとして、授業中の飲食を音がしない、匂いがしないんであれば許可する。3つ目が、自習している生徒と授業を受けている生徒に迷惑をかけないんであれば塾内は何しても OK っていう、自分の部屋のように過ごせる空間ってのを僕は塾の中で再現したんですね。いやー、結構いろいろ言われましたよ。挨拶しないって正気ですか？授業中に飲食認めるなんて何考えてるんですか？とか、ちょっと塾としてはどうなの？とか、家でゲームやると怒られるから塾でゲームやってる生徒を見て、この教室は一体どこに向かってるんだみたいなことを言われたことは実際あるんですよね。ただそういった批判とは裏腹に、生徒の集まりはめちゃくちゃ良かったですし、退塾も前任の時よりは8割ぐらい減ってたんですよね。まあ、会社に求められているものが生徒の在籍を増やすことだった。でそれを達成するために、私はあえて、まあ、塾を憩いの空間として提供した。まあ、この方法が合ってるか間違ってるかは分かりませんよ。僕しかできないかもしれないし、塾の状況とか雰囲気にもよると思うんで、一概にこれが全て塾をスタバ化すれば全部成功するとは思わないんですけど、実際には生徒にはめちゃくちゃ好評だったのは数字を見れば明らかだったんですね。なので塾は勉強をして学力を上げる場所っていう大前提はもちろんわかるんですけど、それだけだと塾って予備校がやってる地域密着型の塾とか、まあ、それこそ予備校本体絶対勝てないんですよね。よろしく頼むぞ。辛い思いをして必死に勉強をして頑張ってくるのが塾だみたいな考え方もステレオタイプ的にはありなのかもしれないですけど、僕は別にそういう塾が好きじゃなかったので、塾を空間として提供し、迷惑かけないんであれば何でも OK ってことにして、それでもハイクオリティな講師を集めて授業を展開してました。どこまで真似するかは見てる方の自由なんで、真っ向から意見が対立しても別に構わないんですけど、生徒はみんな楽しい場所、居心地がいいと思える場所に集まります。これは人間の習性的にそうだと思うんで、ちょっと在籍増で苦しんでる塾講師の先生は、楽しい空間、居心地のいい空間ってのを塾内で目指してみるのもいいかなと思います。ちょっと明日から生徒に楽しいことをしてみようかなと思った先生は、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。